久山町が運営する久山オリーブ園には町民らおよそ90人が集まり、早生桐の苗木120本を植えました。早生桐は成長が早く、5年で高さ15メートルほどの成木になる新しい品種で、脱炭素への高い効果が見込まれています。久山町は今年3月、二酸化炭素の吸収量が排出量を上回るカーボンネガティブに取り組むことを全国で初めて表明するなど、脱炭素を推進しています。今後は早生桐による二酸化炭素の吸収量を見える化して町民に公開するほか、木材としての活用も検証することにしています。